中京 TV スポーツ第100回を迎えた全国高校サッカー選手権、愛知県大会の注目校を紹介します。すごい、中部大学第一高校。今大会で初の4強入りを果たし、今最も勢いのある注目校です。ここまで県内の強豪を相手に準決勝まで勝ち進んだこのチーム、実は愛知県リーグでは3部に所属しています。なぜここまで勝ち進むことができたのか、強さの秘密を探るため練習にお邪魔させていただきました。取材を開始して最初に感じたこと、それは選手たちがとても楽しそうに練習をしているということでした。練習の雰囲気について監督に話を聞きました。うちはいつもこんな感じですよ。本当ですか？やっぱ楽しくなきゃね、サッカーはね、みんな好きでやってんだから、楽しくなければ。強度のところはやっぱり練習からしっかりやっていかないとっていうのは言ってますけど、まあだから楽しくやってるんだけど運動量は結構あるんで、この普段の練習の成果が顕著に現れたのが準々決勝でのことでした。試合は両チーム一歩も引かない大接戦。試合は終盤へ。すると徐々に足がつり始める相手チームの選手たち。一方、中部大学第一では足がつる選手は少なく、交代枠も一つ残したまま PK 戦へ。この試合に勝利しました。運動強度の高い練習を楽しみながらこなす、これが強さの秘密の一つだと感じました。その後、練習は試合を想定したフォーメーションの確認へ。中部大学第一のプレースタイルはウィングバックを起点とした攻撃、クロスからシュートまでのシチュエーションを何度も繰り返し練習していました。飛び抜けた実力を持つ選手がいない分、チームの連携の質を高めることが大事だと選手たちは語ってくれました。チームについてキャプテンに話を聞きました。今年のチームってキャプテンから見たらどういうチームに見えますか？いや、本当に自分たちの世代になってからは本当にもう弱くて、でインターハイも本当に結果残せなくて、で夏休みの時も本当にチームバラバラで、で選手権になってからなんか急にチームまとまり始めてきたんですけど、まあ一人一人個性持ってて、まあチームはまあ団結できてるかなっていう。
選手権シーズンが近づくにつれ、3年生たちの意識が特に変わってきたといいます。練習を盛り上げ活気づけているのも3年生たちです。この実践形式の練習はおよそ1時間続き、その間選手たちは休むことなく走り続けていました。しかし辛そうな選手は誰一人おらず、むしろ全員が生き生きとしているような印象を受けました。午後6時、2時間に及ぶ練習が終了。すいません、遅くなりまして。あ、いえいえ、ちょっと長引きました。もうやりたい、やりたいっていう。練習が終わってからもグラウンドから離れない選手たち。監督もしびれを切らします。選手たちが心の底からサッカーを楽しみ、ここまで笑顔が絶えないチームも珍しいのではないかと感じました。おばちゃんどう？あとでもいいよ。やばい、やばい。来い。おばさんしばらく来へんからな。また生活選ばない。やったー！じゃあ、バモ！お前らそんなって今週で終わんの？バモ！今年も3部ということで。で、去年の合言葉が3部で全国っていう合言葉でやってたんですよ。で、今年も毎回キャプテンはそれ言ってますよ。で、地区の予選から勝ち上がってきて全国行ったチームは多分いないと思うので、はい、まあ、そこは一つ目標でやりたいなと思います。はい、お疲れさん。はい、お疲れ。イエーイ。お前なんか